カズのライブシムにようこそ。はい、どうも美大好き YouTuber のカズとちゃんみゆです。はい、ついに来ました。イエイイエイ。はい、何かというとね、明日ビーズの新曲が発表されます。イエーイ。まあ、発表というよりかはまあ初公開、初公開ですか。はい、まあでもね、まるまる1曲聴けるとかね、まあサブスクで出るとかそういったことではないんですよ。まあ何かというと、名探偵コナンの主題歌になりました。はい、ついに明日土曜日夜6時、はい、に聴けますよ、新曲が。録画しなきゃ。そう、新曲ですね。いつぶりですか？ユナイト。フレンズですね。フレンズでしょ。フレンズの方が後でしょ。まあそうだけど。はい、俺の勝ち。はい、ということで、まあフレンズぶりって、まあ、まあないんですけど、でもやっぱ新曲って嬉しいですよね。うん、はい、多分あるじゃない、今度発売される新しいアルバムの中に入ってるのかな。でもその次の曲名はね、スリープレス、まあ眠れないという意味なんですけど、まあ公式によるとリリースはまだ未定ですって書いてあったんですよ。なので、まあアルバムに入ってくるのか、まあどういう曲調かによるよね。シングルカットされるような曲調か。いや、絶対アルバムに入ってくると思う。はい、でね、コナンの主題歌といえば何の曲ですかっていうのね、以前にやりましたね。はい、よかったらね、あ、まあ出てるかもしれないんで、はい、よかったら見てください。はい、ということで、まあ本当楽しみですね。うん、はい、ということで、皆さん、明日夕方6時テレビの前で正座して待ってください。はい、はい、今日はね短いですけど以上です。もう早く皆さんに伝えたくてね、はい、ちょっと簡単になりましたけど、はい、ぜひ明日新曲みんなで楽しみましょう。はい、それではね、明日必ず見るっていう方、高評価お願いします。あとね、チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。あとね、ツイッター、インスタグラムもやってますよね。フォローの方お待ちしております。あ、これ一番最初になるかもしれないんで、明けましておめでとうございます。はい、もういろんな動画でね、明けましておめでとうございますって、どれが最初に出るかわからなかったんで、まあ、全部言ってるんですけど、はい、とりあえず皆さんおめでとうございます。本年もよろしくお願いします。というわけで、また次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー。バイバーイ。バラード系がいいですか？いや、ロック系がいい。ロック系、僕もです。